よく来た、待っていたぞ、戦艦急ごう。お待たせしました。100年待たせました。お、モンスターが出てってる。すげえいっぱい入ってたな。おー、あ、モンスターがいない。これでもちょっと待って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 、ここはいるんだ。ここに関しては何もないはず。前回アイテムも取ってるから、あ、これ行かなくていいのかな。じゃあ、あの奥見たよね。そうしますと、あ、ちょっと待って待って、ここ通れんの？あ、通れないじゃん。すごい楽なんじゃないか、この今回に関しては。あ、これいけないんだ。これ一回上から回るんだよね、確かね。あ、全然いないよ。あ、すごいすごいすごい。あ、ここはいるんだ。おっと、そば。ファイヤーボール。どうしようかな。パリーしときましょう。ナイス混乱。あ、吸血、そっか。あ、そんな強くないですね。よし、無難に倒します。おっと、この黄色い星初めて出てきたやつだな。あ、でもそんな強くない。よかった。で、あー、またこいつが、ちょっと待って、やべ、あ、なんだこの黄色いの。どうしようかな。ちょっと黄色いやつを集中的に。いや、いいですね、催眠見切り。これはやめらんてえぜ。ナイス。よし OK で、前回敵がちょっともう装備がなくて、うわちょっとうわ戦うしかない。パンチ攻撃しちゃっていいですね、これぐらいの敵だったら。あ、硬えな。問題なく倒しました。前回ね、その装備がなかったせいで、ここのよくわかんないところ、これ何なんだろうな、なんかこれ怪しいんだよね。で、行けてないのでちょっと行ってみます。めっちゃ待ってる。何こいつ動いてる、強いんじゃないの、やばそうだな。パリします。効くかなこれ。お、こんなした。ナイス。痛い。お、ここで見切るかデタラメアを。すごいね。どうしようかな。あ、動いてる割にはそんな強くない。よかった。さあ行っちゃうぞ。おっと、うわ、なんかこっちの方が強そうだな。こっちから集中的に倒しましょう。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、ナイス。あとはゆっくり料理するだけだ。え、何それ。え、何それ。何ひらめいちゃってんの。何それ。空圧波。剣による攻撃を行う。敵の HP に応じて威力が増す。へえ。 HP が多いほどダメージが増える。これボス戦で使えるんじゃないの。で、ここは何なの。え、ちょっと待って。んちょ、え、これそんな強くないからまあいいんですが、オッケー。おお、なんだこれ。チャンピオンってさっきと違う。なんか強そうだな。そばと。とりあえずパリーしましょう。で、2段。これ、水長剣。一発かましとくか。で、感電が効けば、ミノタウルスさっき聞いたんで、うわ、ミスったし。やべ、それ峰打ちまずいよ。攻撃しましょう。硬いな。うわ、強い。麻痺しないか。あ、よかった、倒した。そしてちょうど麻痺がなくなってしまったミノタウロスの。もう一発入れましょう。あとは通常攻撃で倒せるんじゃないのかな。あ、よかったです。ちょっと格闘家っていうか皇帝が危なかったですね。ここに宝箱あるんだ。ミミックじゃないことを祈りつつ、やった。お金。断熱服。へえ、あれかな、火に対して耐性があるのかな。さあ、これはどこに行くんだ。あ、なるほどね、ここに戻るんですね。もう一回戦わなくてはいけないのか。どうしようかな。これはあっ散しなかった。ラッキー。ちょっと HP がまずいので薪で。よしよし、オッケーオッケー。このままよし。でダッシュで抜けちゃう。オッケー。いやー、来ました。ついに僕温泉が。いや、お待たせしました。100年間待たせましたね。すまん。私は僕音でも何でもないんだ。そのセリフは聞き飽きた。100年前から言ってるぞ、こいつ。さて、全力で技を決めてやる。ナイスガード。食らわない。ゼロ。そんなことあるのか。じゃあみじん切りだ。でちょっと待って、モールはあれを使わなきゃいけない。混合力を使っていかなくては。ナイスガード。よし、入ったぞこれは。お、結構ダメージ出るな。でこいつにも混合力を。まずいんじゃないか、マリオネットは。やばい。うわー、ちょっと待って待って待って、おい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 、いじめすぎいじめすぎ。一回出さなくては。これマリオネットがほんと厄介だな。みじん切りで混合力。お、出るねダメージ。どうしようかな。いいか、これでこれを使っていけばいいか。あ、やばい、これまだベア行動してないぞ。自分に、あ、よかった、ガードしてくれて。で、どうしようかな。食らうのか。またフェイント食らうのこいつ。一発死亡マジで。あ、食らわないね。すげえ HP 多いな。回復。みじん切りでいいや。で、回復しましょう。いや、どれだけ HP あるんだよ。当たんないか。混合力を軽装歩兵にかける。くそ、なかなか。ああ、もう技ポイントがない。あと3ポイントしかないよ。これはもう2段切りだな。切り落とし。金剛力ってなんか何ターンかで効果が切れる気がしますね。さっきより威力が、おっ、倒した。いや強かった。てか HP がすげえいっぱいあったな。僕音と地上戦艦を撃破し、ステップを、お、これでステップが自由になるんだ。ん、誰か、はいはい、何何、帝国兵の中から腕力体力の優れたものを選んで部隊を作ろうと思う。どれくらいかかるか。何、武器防具を揃えるためなど110,100,000万、30万クランほど必要と思われます。これあるね。120万くらい。はい、作ります。へえ、どんなのができるんだろう。やっと100年間の夢、僕を倒せました。次回は鉱山に行くか、武装商船団の鎮圧、どちらかに行きます。いやー辛かった。これでもやっと七英雄2人目を倒しましたね。あと5人、どこにいるのやら。次回そうですね、武装小センターに行こうかな。なんかね、その鉱山をやったと思ったら時代が進んでしまうっていうのが起きると怖いなと思うので、そのいつ時代が進んでしまうのかわからないのでね、それをやっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。